こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回はですね、久々にロケの撮影ということで、こちらはですね、東京駅周辺なんですが、今回はこちらからお届けをしてみたいなというふうに思っています。今回のテーマなんですけども、劇的ビフォーアフターということで、ヘアスタイルからファッションなどをですね、まるっと変えて1日でまるっきり違った見た目に変身してもらおうという企画をですね、皆さんにお届けをしてみたいなというふうに思っています。今回久々にこういった企画ができるということで、めちゃくちゃ僕自身楽しみにしています。早速ですね、今回ご協力していただけるですね、西川さんをご紹介したいと思いますので、お呼びしてみたいなと思っています。それでは西川さん、よろしくお願いします。西川さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、今回ですね、西川さんがこの企画にお申し込みいただいたってことで、きっかけとか、まあ、どういった思いで企画に参加しようと思ったのか聞かせていただいてもいいですか。外出する機会が減って、ファッションに行ったことをすごくこう考えるようになったんですよね。そんな中、大山さんの動画をこうずっと拝見させていただいていて、ちょうどこう私自身ファッションに対してコンプレックスがあったので、すごくいいきっかけだなと思って今回応募させていただきました、あ、なるほどなるほど。なんか見る限りでは全然こう NG っていうわけではないんですけども、今のこうトレンド感だとか、ベーシックを抑えながらの大人っぽさっていうところだと、もうちょっとなんかいじれるかなって感じは確かにしますね。具体的になんかファッションにおいてこんなとこが悩んでるとかってあったりされます？いろいろと見ていると、こう今はもうウェブとか YouTube とかでいろんな答えが、いっぱいありますね。いっぱいあるんで、今日のこう撮影を通じて大山さんにこう私がどういうのが似合うのかっていうのをいただければなと思っています、情報がたくさんありすぎてしまって困ってるって方も少なくないかなと思うので、今日は西川さんに合った着こなしをバシッとご提案したいなと思います。やった。ぜひ楽しみにしていただければと思います。ありがとうございます。まあ、ちなみに、なんか今回こういった感じになりたいとか、こんな見た目に変えたらいいなっていうのはあったりします？30代半ばに差し掛かって、やっぱりこう年齢相応の格好ができるといいかなと思ってますね。確かに、はい、もうちょっとね、今日後半どんな姿になるのか皆さんも楽しみにしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、ちょっと一緒に美容室に行ってみたいなというふうに思ってます。髪切るのどれぐらいぶりですか？2ヶ月ぶりぐらいですかね。おお、結構伸びましたね、髪型変わるともう全然変わりますか？楽しみですね。楽しみですね、もうがっつりかっこよくしてもらいましょう。ありがとう。はい、あとメガネもね、ちょっと気になるところですね、何年ぶりぐらいに買うことになるか。これ10年前ぐらい。おお、ちょっとそのメガネもね、ちょっと今のトレンドにあったもんでね、選びたいですね。助かります。楽しみにしてます。はい、というわけで髪切りましたね。嬉しいです。だいぶ変わりましたね。ありがとうございます。はい、日頃から動画でもそのファッションも大事だけど、ヘアスタイルとか顔周りがすごく重要だっていう話してるんですが、まさにね、それをこう証明していただけたような気がしますねもうこれでいいんじゃないかなっていう。これでもうアフターとっておしまいでもいいぐらい。いや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 、そうは問屋は下ろしませんよ。下ろしてくれないですか、はい、ここからちょっと服を見ていきたいなと思うんですが、まず一番最初はね、僕のお箱であるユニクロですね。皆さん見えますかね、ユニクロ銀座店来ましたね。ユニクロ東京ってですかね。じゃあユニクロの店内に早速見てみましょう。はい、はい、ということでユニクロで買ってきました。いっぱい買いました。だいぶ買いましたね、結構やっぱり似合ってましたね。ありがとうございます、ヘアスタイル変えるといろんな服が似合いやすくなるので、そういった意味で最初に髪型変えてよかったなと思いますね。まあ、あくまでパーツなので、これを組み合わせるために次に向かっているのはですね、なんとザ・スーツカンパニーですね。意外ですね。なんか意外な感じしますよね。スーツカンパニーだからスーツでも買いに行くのかなと。そうですね。でもスーツカンパニーで買うのはスーツじゃないです。あら。カジュアル着です。あら。カジュアル着も大人に似合うような綺麗めなものは割と多いので、僕は普段のスタイリングで使うことが多かったですので、ここ銀座店なんですけど本店ですね。ここはね、僕はよくお邪魔しているところで、ちょっとここに今から行ってみましょうか。ここからはですね、今度はもう1店舗行って買いたいなと思ってまして、次はですね、ナノユニバース。おお、よく聞く。はい、行ったことありますか？いや、一回行ったことあるんですけど、何買っていいかわからんくて、あと店員さんが怖くて帰ってきました。服買いに行く服がなかったので。なるほど、なるほど。
大丈夫です。今日服を買いに行く人は全部整えますから、はい、それでは早速行ってみましょう。はい、はい、ということで実際にですね買い物に行ってきました。本当にですね短い時間ではあったんですが、いろんなお店を回ってきたんですね。ガラリと変わりましたので、そんな変わったですね西川さんの様子をぜひ皆さんにですね見ていただきたいなと思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ見ていただいても分かる通りガラリと変わりましたね。どうですか、実際に変わってみて。普段行かないようなお店であったりとか服であったりとかを今日コーディネートしてもらったんで、正直めちゃくちゃ嬉しいです。あ、嬉しいですか。めちゃくちゃ嬉しいです。もう全然見た目変わりましたよね。ありがとうございます。ねえ、ヘアスタイルから変えたわけなんですが、全然長さが変わってますよね。まずは前髪の長さも違いますけど、サイドとバックをかなりすっきりめにしてあるので、重さがなくなってシャープで男らしい感じが出たかなと思いますね。ヘアスタイルどうですか。もうすっきりしました気持ちいいです、ね、今回のために気持ちいいです。髪切らないで待っていてくださったそうね。せっかくなんでと。あと見ていただきたいのはメガネですね。メガネにも実はトレンドみたいなものがあって、その時々で旬な形って変わってきてるんですけども、まさしく今の形というのは本当にここ数年のトレンドを生かした、このサイドがねちょっと金属になってる感じもすごくいいし、ここは奮発しましたね。そうですね、最初はもうちょっと金額を抑える予定でビューティー&ユースで買おうかなと思ったんですけど、アイバンのものを購入しました。ここはねもう国内のメガネの中では、まあ、一番こうセンスのいい方が使っているブランドで、それをね思い切って選んでいただいたのはすごい良かったなと思います。どうですかメガネの感じ。さっきつけてたのよりもこう軽くて縁が金であったりとか、ちょっとおしゃれやなと思ってます。まあ、金額のこと触れられてましたけど、あまり買い替えるもんじゃないんでお金かけてもいいかなと思って、あとせっかくの機会なんで。金額のメリハリってめちゃくちゃ重要かなと思っていて、それ以外のところはね結構抑えたものもたくさんあって、メガネはちょっといいものをかけていただいています。でこのセットアップですね、まあ、ナノユニバースで今回購入したものなんですけど、これねセットアップで1万5000円前後でかなりコスパがいい感じですよね。でなんといってもね着心地がめちゃくちゃいいんですよね。めちゃくちゃいいです。これなんかパッと見結構カッチリしてるように見えるかもしれないんですけど、めちゃくちゃこう伸びるんで、すごい伸びるんで、もうスウェットとか寝巻きぐらいの着た感覚で着れますね。カーディガン感覚で着れたりだとか、スウェットっぽい感じで着れるので、めちゃくちゃね着心地もいいかなと思います。今のトレンドのこうビッグシルトという感じではなくて、割とこうジャストサイズなんですけど、その感じもね、なんかこういった正統派なスタイルは絶対いいと思うので、まあ一着は男性であればネイビーのセットアップあった方がいいかなと思うのでバッチリかなと思います。中に着てる T シャツ、これもねナノユニバースでそのまま購入したんですけども、こう3点続くとねナノユニバースの回し物感が半端ないんですけども、そういうことは全くありませんので、内側に着た T シャツが、まあ、通常であれば白の T シャツとか白ニットが一番鉄板なんですけど、それだとまあありきたりでちょっと映えないので、今回は綺麗なグリーン系の T シャツを着てもらってるんですけど、この色味もねめちゃくちゃいいですよね。でポケット T シャツで1枚で着てもらってもいいし、この重ね着でも使えるのでめちゃくちゃいいかなと思うんですけど、このグリーンという色どうですか。いやこれ色合いがめいいですね。最近よくあるような中間的な色みたいな、はいはいはい、やってここなんかすごいかっこいいなと思います。ベーシックな着こなしの中になんか差し色になるのでめちゃくちゃよく似合ってますね。でちょっと足元ですね、今映ってなくてあれなんですけども、ニューバランスね、これは持ってきていただいたんですよね、はい。まあ、セットアップっていうねちょっときれいめなスタイルに対してローファーとかも合うんですけども、そこまでかっちりと決め込まずに、あえてちょっとこのニューバランスのカジュアルさを取り入れるのもすごくバランスがいいので、めちゃくちゃねバランスがいいスタイルになってるかなと思うので大成功じゃないですか。嬉しいです。かっこいいと思いますので、これでしこたま使っていただければと思いますので、ありがとうございます。はい、ぜひぜひ活用ください。
あとですね、今回はこのコーディネートだけではなくて、もう1パターンですね、組んでみましたので、これからそちらのスタイルもお見せしたいなと思います。はい、ということで今回2着目のコーディネートということで着替えていただいたわけなんですが、なかなかまた雰囲気変わりましたね。さっきはセットアップだったんですけども、今回こういろいろと色があるんで、こういろんなところにこう気軽に着れていけそうだなっていう気がしています。さっきのこうきれいめなスタイルからまるっきり違った少しカジュアル感のある感じで、上に着てるシャツアウターもね、なかなかいい感じのですね、トレンド感あふれるものなんですけども、内側にはストライプのシャツですね、これは今度プラス J のものを使っています。ここはね、なるべく予算を抑えながらも、このアウターに関しては意外なちょっとスーツカンパニーのねものを買ったんですよね。スーツもいいんですけど、スーツだけじゃなくてきれいめのカジュアルだとかも結構スーツカンパニーは得意なので、このシャツアウターは結構今季僕の中ではおすすめなので、皆さんもぜひチェックしていただければなというふうに思ってます。そしてボトムスなんですが、これは僕の YouTube のチャンネルの中で散々こすり倒してきたスマートアンクルパンツですね。まあ、これまたねシルエットが程よくゆとりがありつつもテーパードが効いていて、膝から下は細身なのですごくバランスが良くて使いやすいかなと思います。さっきはもう本当にジャストサイズのコーディネートだったんですが、こちらはややゆったりというちょっとトレンド感のあるねサイズ感で、そのあたりも新鮮かなと思うんですが、どうですかこういった感じも。さっきよりも確かにゆったりとしてるんで、さっきも着心地すごく良かったんですけども、服のゆとりがあるんで、これもこれでまた気持ちよくて軽く着れる気がしますね。幅があった方がおしゃれだなと思っていて、ジャストサイズもありつつちょっとゆったりもあって、いろんなスタイルを楽しんでいただいて、アウターの内側にさっきのグリーンの T シャツ着てもいいし、結構なんかミックスしながら買ったものをそれぞれ生かすのもいいかなと思うので、ぜひこちらも活用いただければなというふうに思ってます。はい、ということで今回の動画では久々のビフォーアフター企画という形で、もうガラリとですねビフォーとアフターで印象が変わったかなと思ってます。どうでしたか、実際にやってみて気分変わりましたか。なんかもうすごく正直なところめちゃくちゃ楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。普段自信を持っていけないようなお店であったりとかで、チャレンジしてみたいような服とかっていうのもやっぱりこう信頼できる方の意見があるとすんなり自分もいけたりするので、なんかすごく今後のためにもなりました。はい、今回でようやくこうおしゃれなお店に着ていく服が一通り揃ったわけなので、はい、これからはね、様々なショップを楽しんでいただければなというふうに思ってます。まあ、今回ご紹介した服に関しては、結構ベーシックで大人の男性であれば、誰でも似合いやすいものも多いかなと思うので、まあ、見ていただいている皆さんもですね、下にリンクを貼っておきますので、よかったら参考にしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。